こんにちは、ブレッドルーム室長の福助です。ブレッドルームおうちパン作り研究室は、家でパンを作る方が増えることを願って制作している動画チャンネルとなります。はい、今回なんですけど、ちょっとまあ番外編みたいな形でメロンパンの皮を焼いていきます。ちょっと前に山崎さんが、世界の山崎さんが出してた商品ですね。メロンパンの皮だけで焼くっていう商品になりますね。はい、まあ本当にメロンパン作る時の皮生地を作って、で皮だけで焼くだけなんですけど、本当にパンじゃないんであれば、本当に簡単にできちゃうので、ぜひ作ってみてください。簡単に材料ですね。バター、無塩がいいんですけど、別に有塩でも作れます。甘じょっぱい感じになるんで、もう僕は好きなんですけど、バター、あと卵ですね。卵、これ薄力粉です。あとは、砂糖ですね。グラニュー糖、表面にグラニュー糖、メロンパンの皮なんで表面にグラニュー糖まぶすので、できれば上白糖じゃなくてグラニュー糖がいいかなと思います。あとなくてもいいんですけども、あったらバニラエッセンスとかバニラオイルあったらちょっと垂らすと、焼き上がりの香りが良くなるので、もしあったら、別なくても全然作れますけど、はい、って感じですね。はい、それでは作っていきます。1時間ぐらいで多分焼き上がると思いますんで、はい、はい、まずバターと、グラニュー糖を、混ぜてクリーミングしていきます。クリーミングっていうのはバターをより滑らかにしていく感じですね。はい、でバターはできれば室温に戻しておいた方がいいと思います。柔らかくなるので、でそれでどうしても室温でなかなか戻らなかったら、レンジでちょっと20秒とかやると、バター自体が柔らかくなってくれるので、ちょっとレンチンするのもおすすめです。はい、こんな感じでグラニュー糖の感じがなくなって、こう一体化してきたら、これで OK です。そしたら卵を入れていきます。はい、卵をいっぺんに入れちゃうと分離してしまうんですね。お菓子作りと一緒で乳化させていきたいので、量が少ないので2回に分けるぐらいでいいんですけど、いっぺんに入れない方がいいと思います。2回に分けて入れます。使ってる卵もちょっと冷蔵庫から出しておいて、ちょっと温めるっていうのもおかしいんですけど、冷たくない状態にしておいた方が乳化しやすくなるので、冷蔵庫からちょっと作る前に出しておいた方がいいかなと思います。はい、このように一体化してきましたら、残りの卵を入れていきます。はい、卵が全部入りきってこうやって一体化してきましたら、粉を入れていきます。最後にで、この時に、もしバニラエッセンスが、家にあったら、2、3滴入れてあげると香りが良くなってきますので、混ぜていきます。ザル、薄力粉は必ず振るって使いましょう。振るわないと、どうしても焼き上がったものにダマに、粉だまりっていうか、ダマができちゃうんですよ。なので薄力粉は振るって使います。はい、粉入りましたら、またゴムベラで結構しっかり混ぜていきます。メロンパンの皮、よくさっくり混ぜましょうってレシピに書いてあるんですけど、さっくりすぎちゃうと膨らみが悪かったり割れちゃったりするので、結構しっかり、練るようにして混ぜてあげた方が割れづらくなります。さっくり混ぜましょうっていうのは、さっくり混ぜた方が食感がいいので、変に引きが出なかったり、歯切れがいい感じになるんですよね、さっくり混ぜた方が。ただそっち意識しちゃうと、どうしても割れやすくなったりするので、割れるのが嫌って人はやっぱ結構ちゃんと生地を練るようにして混ぜていってあげた方がいいです。はい、こんな感じで生地が出来上がりました。で、あとはお好みで色をつけても面白いと思うので、ココアだったり、抹茶だったり、あとは何だろう、さつまいものパウダーだったり、かぼちゃのパウダーだったりで色をつけても面白いかなと思います。はい、生地が出来上がりましたら、冷蔵庫で30分ほど休ませたいので、ちょっとラップに移して冷蔵庫で休ませます。
はい、冷蔵庫で30分ほど休ませます。冷蔵庫で30分休ませた、メロンパンの皮の生地になります。3色一応作ってみました。そうしましたら、これを、切り分けてで、焼いていきます。まあ、天板に、まあ、クッキングシートがあるといいんですけど、まあ、クッキングシートを敷いて、これ敷かないと天板汚れちゃうので敷いた方がいいと思います。はい、クッキングシートを敷いたら生地を切り分けていきます。お好みのサイズで全然いいと思うんですけど、まあ、目安はだいたい 30g ぐらいがちょうどいいかなと思います。どうしてもベタベタしちゃうので、生地がちょっと手ごな、ちょっと敷いてから生地を出した方が、ベタつかないで済みますので、一応 30g で分割生地を切り分けます。はい、生地切り分けましたら、まあ、手のひらですね、手のひら、両手の手のひらで転がしてあげます。転がして、まあ、丸くしてあげましょう。このサイズで、まあ、8個ぐらいですかね。そうしましたら、これを手のひらで押さえます。はい、どうでしょう本当に押さえるだけなんですけどね。だからなるべく丸く転がして、あの球状にするとき、なるべく丸くしてあげた方が、あの綺麗に押さえて伸ばしたときに綺麗になります。そうしましたら、こちらですね、ドレッジで模様をつけていきます。こんな感じで、はい、3本、縦3本横3本みたいな感じですね。まあ、切っちゃっても、まあ、あんま問題ないんですけど、まあ、なるべく切れないくらい。もしこういうドレッジスクレーパーとか、まあ、これ100均で買ったんですけど、これがあったらこっちのね、あのカーブがある方を使うとうまくつけられます。あと、はい、模様を入れましたら、最後に表面に霧吹きでちょっと湿らして、そこにグラニュー糖をまぶしていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じですね。はい、うん、こんな感じで、表面ちょっとキラキラしてるのは、まあ、グラニュー糖ですね。まあ、今回本当にあのメロンパンの皮生地の配合で作ったんですけど、あと皮焼きました専用の生地というか、まあ、もっと膨らましたかったら、まあ、ベーキングパウダーを入れるとか、あと混ぜる時もあのホイッパーを使って混ぜるとかすると、もっとふんわり膨らんでくれます。ちょっと固めなクッキーみたいな感じですよね。配合もそうなんですけど、はい、こんな感じです。ぜひよろしかったらやってみてください。ほんと1時間ぐらいでできちゃうので、はい、ぜひあの家、外出られなくて家でなんかしようか。でもパンって、まあ、ちょっとねハードル高いんで、これぐらいならちょうどいいのかなと思ってます。まあ、全然お菓子とかクッキー作りとかと同じな感じなので、ぜひメロンパンの皮焼いちゃってください。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。